結婚生活自体が衝撃的体験だったと思う。遠距離恋愛から農家に嫁いだ同居嫁だったけど、半年前に家を出て、最近、ようやく離婚が成立した。先日、最後の荷物を取りに行った時、同居の義妹に、泥棒みたいな真似されると困るから、見張ってるよ。って言われた。なので、みたいなどころじゃない、泥棒本人がそれ言うと、ただのバカだよ。って言ってやったら、そばにあった、少年ジャンプを投げつけられて、雑誌の角が顔面にヒット。目の下の頬骨のところで、激痛でうずくまってたら、あんたが悪いんだからね。と捨て台詞。鏡で見てみたら、かなり赤くなってて、すぐに青あざになりそうな感じ。実際なった。万引きで、何度も、警察の厄介になってる奴が、何を言うか。夫とは、付き合って1年半で結婚。妹がいることは知っていたが、そんな手癖の悪い妹がいることは知らなかった。やけに、物がなくなると思って、夫や姑に相談したら、自分でどっかにやって、忘れたんじゃないか、とか、気のせいじゃないか、勘違いじゃないか、とそればっかり。ところが、近所の仲良くなった奥さんに相談したら、実は、と、その奥さんの旦那さんから、義妹のことが話題になったことがあると教えてくれた。義妹が学生時代何度か補導されてたことや、この辺りでは手癖の悪さは有名らしく、結婚してここに来たばかりの頃に義妹とはあまり付き合わないようにと言われていたそうだ。だったら怪しさマックスなのに、旦那は義妹じゃなく私のせいにしてごまかそうとしたのか。それから、3ヶ月かけて、証拠映像を集めた。夫婦の部屋が2部屋あるうちの、私物を多く置いてある方の部屋に、録画機能のある隠しカメラを置いた。夫にも内緒にしてた。たった3ヶ月の間に、私の部屋を物色してる義妹の姿が、12回も撮れた。その間に、盗んだものをメルカリで売ってるアカウントも発見した。アクセサリー、衣類、本、デジモノ、などなど。それで、夫に証拠を突きつけて。義妹が、怪しいと思わなかったとは言わせない。昔から手癖が悪かったそうじゃないか。近所中が知ってることだと言うじゃないか。それを家族が知らないわけがない。と言ったら認めた。義妹がいる以上、この家には住み続けられない。義妹を追い出すか、私たちが別居するか選んでください。と言ったら、義妹には、一人暮らしできる収入がないし、とか、義妹がいなくなると、義母が寂しがるし、とか抜かすから、じゃあ別居だね、って言うと、でも、そうなると、田んぼのシーズンに、いちいち通ってくるのも大変だし、と抜かす。なら、答えはもう出てる。っていうか、すでにそのつもりだったけど、その日のうちに家を出た。そして離婚を求めた。コロナ禍を理由にして、なかなか話し合いの場に現れず。これ以上逃げるなら、証拠を警察に持って行って、義妹を突き出してもいいか。と言ったら、ようやく話し合いができる状態になり。これまで、義妹に盗まれたものの代金と、わかってるだけなので、本当はもっと多かっただろうけど。警察に突き出さない代わりに、慰謝料として500万ふっかけた。仕事を辞めて嫁いできて、こんな目にあったので、当然の額だと思っている。土偶みたいな表情の姑と並んで、払ってくれたわ。家を出るとき、頬の痛みの代償に、慰謝料のお代わりしようかと一瞬思ったけど、やめといた。いや、警察に突き出せよと言われるかもしれないが。とにかく、さっさと、その土地を離れたかったので、面倒くさかった。教えてくれた奥さんが、近所に拡散してくれたから、もういい。遠距離恋愛でも、仲良く幸せになってる友人もいるし、同棲して、お互いのことを分かって結婚したって言ってたのに、入籍して半年で離婚した友人もいる。結婚って難しいね。一生をかけた、
博打みたいなもんだ。もう博打はいいや。一人が楽だわ。